今この不況の中、音楽をやっていくのが難しい局面であることは周知の事実だ。 CD は売れない。ネットでも音楽を買わずに YouTube で聴く人の方が断然増えている時代。そしてその状況と戦っている若い子たちがいっぱいいる。大変なこと。ミュージシャンだけでやっていくということは。なんでガクトっていろんなことやってんの？などと言われることもあるが、自分の好きな音楽とステージをやり続けるため、その一言に尽きる。音楽だけやってりゃいいのにというやつがいれば、音楽だけやってたらとっくに死んでるよと答える。もし音楽だけやっていれば、自分の好きなステージさえ作れなくなる。なぜなら、僕は自分の求めるガクトのステージのためには利益など度外視する。ペイできる時もあれば、そうでない時もある。収入がなければ収支を度外視した無茶なステージやこだわり抜いた演出、何度もそんなものを続けてはできない。だったら他で利益を作るしかない。